はじめまして。今回初めて YouTube 始めた BJTV のタイガーです。よろしくお願いします。今回初めての投稿ってことで、ちょっと簡単な自己紹介なんですけど、自分は数年前大学卒業して、なんか就職っていう気にならなくて、まあなんとかやってたんですけど、今知人とシェアハウスしながらなんとか、生きていけてる中で、結構ね、普段生活してて面白いこととかいっぱい出てきてるんで、そういったのをちょっと動画にして、皆さんにモニタリングしてもらえればと思って、ちょっと今回 YouTube 始めました。一応ですね、最近は、釣りとかに結構ハマってて、後ろ見てもらえればわかるんですけど、このボートとも釣り具も結構前に買って、このボートを使っていろいろ旅行ったり、なんか釣りとかしたり、で実際釣った魚をさばいてバーベキューにしたりとか、そういった動画とかも上げていこうと思ってて、さらに初挑戦にはなるんですけど、DIY を初めてやろうと思ってて、でもしなんか皆さんでこういうの作ってほしいとか、そういったなんか要望とか何でもあれば、そうコメント欄なり、メッセージなりいただければ、そういったのもちょっと挑戦してみようと思うんで、でなんかそういったのあったらちょっと送ってみてください。で今ちょっとコロナの自粛期間中なんですけど、ちょっと動画上げようと思ってて、引っ越しをね、ちょっと一緒にシェアハウス今住んでるメンバーとすることに決まって、なんか内見行ったらちょっと結構本当すごい大豪邸だったので、ちょっとその動画見てほしいんですけど、間取りとしては一応部屋が6部屋で、リビングダイニングでキッチン2つ、トイレシャワーが3つずつで、さらに庭付きで200平米くらいですかね、ある結構本当でかい大豪邸を借りたんで、でも 6LDKK 3バスルーム3トイレで庭付きで、ちなみにセキュリティガードもついてるっていう物件で、でもその内見の動画も撮ってきたんでね、ぜひちょっとこちら見てみてください。
チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。